北条とかはちょっと気になるけどね。内野のバックアップが非常に薄くて、引退する直道が一軍で重宝してて、一塁には三塁加藤拓磨みたいな布陣が、二軍で最近まで組まれてたぐらいだから、もうファームレベルでもあまり成績が伴わなくなってるのはあるけど、年齢的にもどこか行く可能性はあるか。ショート守れない、セカンド微妙でもいいなら、脱臼癖あるのがなんとも。北条はいらないっす。過去の数字と年齢だけなら北条は内野バックアップに使えそうやけど、ウエスタンで出てて現場で現状の動きとか見てるはずだからどうやろな。結構中日みたいに二遊間とか三遊間がコロコロ変わる球団なら、まだ北条は可能性ありそうな気がするけども、三つ股切っておいてあれですが、ちょっとイメージが被るわ。三つ股でよかったんちゃうか。北条29歳を獲得するのなら、なんで三つ股31歳を戦力外にしたんだ？となってまうで。北条くんは、守備も年々下手になってたし、打撃も全く内容がないのが多かったのでおすすめしないわ。北条は脱臼がね、取ってあげてくれ、頼むわ。大事なところでエラーするんやぞ、やめた方がええ。肩があれなので、厳しいのでは、直道引退撤回の方が良さそう。北条気になるはさすがに草。これで北条取ったらやばいだろ。ジュニドラ北条は普通にありそう、溝脇置いとくよりよっぽどマシ。肩やってからショートもサードもスローイングが厳しい。ファースト守備固めは矢野政権でほんの少しの経験のみ。本セカンド戦打撃はそれでもええか。北条選手好きな選手やったから、もし今季戦力外だと悲しいわ。どうか拾ってくれないやろか。北条と細川トレードする？マジか、赤味噌さんがそう言うのなら細川とトレードしてあげてもええで。